グラニトジャカはスイスバーゼル出身のサッカー選手。プレミアリーグアーセナル FC 所属。スイス代表。ポジションは MF、DF。両親はコソボより移民してきたアルバニア人である。バーゼル時代のチームメイトでアルバニア代表のタウラントジャカは実刑。2000年にスイスの FC コンコルディアバーゼルのユースチームでキャリアをスタートさせた。 2002年、兄タウラントと共に FC バーゼルに移籍した。2010年にトップチーム昇格し UEFA チャンピオンズリーグ予選のデブレツェに VSC 戦でプロデビュー。同時にプロ初ゴールも記録した。2011年5月15日 FC トゥーン戦で初得点を挙げた。2012年5月18日 ドイツ分でスリーガのボルシア・メンヒエングラートバッハに5年契約で移籍。2016年5月、アーセナル FC へ5年契約での加入が決定。背番号は29番である。9月17日のハルシティ NFC 戦でロングシュートを決め、アーセナルでの初ゴールを記録した。アーセン・ベンゲル監督のもとでは、主力として活躍するも、細かいミスが散見され、 失点に直結するミスも多かったため批判を浴びた。2018から19シーズンに、うないえめりが監督に就任すると2枚のボランチの一角として出場機会を得た。2019から20シーズンは、ローラン・コシール・ニーの対談に伴いアーセナルの暫定的なキャプテンになった。2019年9月27日、選手間の投票により今季すでに6回。 ゲームキャプテンを務めた、ジャカを正式にキャプテンに任命したことを、エメリ監督が明かした。10月27日のクリスタルパレス FC 戦で、交代時に、サポーターからブーイングを浴びると耳に手を当てて挑発し、キャプテンマークを叩きつけて、ユニフォームを脱ぎサポーターに向かって、暴言を吐きながら、スタジアム内に引き上げてしまった。10月31日、この行動は、 以前から SNS 上で、ジャカ本人のみならず妊娠中の妻や子供に、対してまでサポーターから心ないバリ増減が浴びせられていたことへのフラストレーションが引き金となったことを、ジャカは SNS で説明し謝罪した。11月5日、この行動を問題視したエメリはジャカから、キャプテンの座を剥奪して、ピエール・エメリク・オーバメイアンを、新キャプテンとすることを明かした。 対談の噂が絶えなかったが、この年の終わりに就任したミケル・アルテタ監督の説得により、クラブに泊まることを決意。ダニセバー・ジョスと共に、中盤の一角を担い、クラブの14回目の FA カップ優勝に、大いに貢献した。2020から21シーズン、2020年12月13日の、プレミアリーグ・バーンリー FC 戦で、 相手選手との交錯から小競り合いに発展し、相手選手の喉元を押してしまい、前説のニコラペペに引き続き、レッドカードを受け退場した。2020から21シーズン終了後、AS ローマの新監督、ジョゼモーリーニョが獲得を熱望していると複数のメディアで報道され AS ローマへの移籍報道が過熱した。その過中で、ユーロ2020に参加中であった。 ジャカは、ローマ駅を匂わす発言をいくつかした。フランス戦前の会見では、アーセナルは、私がどうしたいか知っている。ここは、とても美しいと発言。また、フランス戦の後のインタビューにおいてイタリア語で、インタビューを行うことについて尋ねられると、まだです。新しい言語を学ぶことは常に興味深いと答えた。 しかし、移籍はなかなか決まらず休暇明け後プレシーズン中に、アーセナルに合流しそのまま2021から2 0 2シーズン開幕後もアーセナルの試合に出場した。8月23日、公式発表前でありながら公式インタビューにおいて、アーセナルと契約延長したことを明かした。移籍史上閉幕後、ローマの GM である、シアゴピンとは、噂通りローマが、 ャカ獲得に動いており、本人も来たがっていたがアーセナルが移籍を許可しなかったことを明かし獲得失敗を後悔していると発言した。同年8月28日、プレミアリーグのマンチェスターシティ FC 戦において、ジョアン・カンセロに対して、両足での足裏タックルを行い、レッドカードによる一発退場処分となった。9月26日、退場による出場停止処分後、 初の試合となるノースロンドンダービーにおいて、接触により転倒したルーカス・モーラがジャカの右足の上に落下し、右膝の内側側腹副じ帯を損傷する重傷を負った。当初は2022年1月初旬にフルトレーニング復帰を予定としていたが大幅に回復状況が早まり、12月6日のプレミアリーグのエバートン FC 戦で先発フル出場し、実戦復帰した。 2022年1月9日、FA 杯のノッティンガムフォレスト戦前の、新型コロナ検査で9月に続き、自身2度目の陽性判定となった。同年1月13日、空場を入りバプール戦において、ロングボールを受けようとペナルティエリア前まで抜け出した、ディオゴ・ジョッタに並走する形で、カバーに入るもクリアしようとした足が、ボールには当たらずにジョッタの腹部を蹴り上げて倒してしまい、 前半24分に21から22シーズン2度目となる一発退場処分となった。スイス代表でのジャカスイス代表として世代別代表に選出され 2009FIFAU-17 ワールドカップでは優勝に貢献。UEFAU-21 欧州選手権2011にも出場した。2011年6月4日イングランド戦で スイス代表デビューを果たした。同年11月15日のルクセンブルクとの親善試合で代表初得点となる決勝ゴールを挙げた。2014FIFA フフワールドカップグループリーグ F フランス戦でゴールを決めた。UEFA ユーロ2016では初戦で兄のダウランと擁するアルバニアとぶつかり、ユーロ史上初となる兄弟同士での試合が実現。試合は スイスの勝利に終わり、グラニートはマムに選出された。2018FIFA ワールドカップに出場し、グループリーグ第2節のセルビア戦でゴールを挙げたが、その際アルバニア国旗の相当の和紙をイメージさせるパフォーマンスが、政治的メッセージに当たるとされ、同じパフォーマンスをした、シャチリと共に、FIFA から罰金処分を下された。2020年9月、 それまでキャプテンだったリヒト・シュタイナーが現役引退したためジャカがスイス代表の新キャプテンに就任した。2021年5月31日、ユーロ2020に向けたスイス代表メンバーに招集された。ユーロ2020ではグループステージ3戦及びラウンド16のフランス代表戦の4試合にキャプテンとして先発フル出場しスイス。 代表史上初のユーロベスト8進出に大きく貢献した。特に優勝候補筆頭であったフランス相手に3-3のスコアで PK 戦の末に大金星を挙げた試合ではビハインドのまま後半ロスタイムに突入し敗退間近の中値千金の同点弾をアシストする大活躍をしてその試合のマインオブザマッチに選出された。 フランス戦で2枚目のイエローカードを受け規定により、次戦のスペイン代表戦を出場停止となった。ジャカを欠いたスペイン代表戦で、スイス代表は PK 戦の末にベスト8で敗退した。2021年9月1日、代表合流後に新型コロナウイルス検査で陽性反応を示し親善試合のギリシャ代表戦を欠場した。スイスサッカー協会は、 代表選手にワクチン接種を推奨していたが、ジャカはワクチン非接種であったことを明かした。広い視野を生かしたパスでチームにリズムを与え攻撃を中盤から支えるミッドフィールダー。フィジカルの強さを生かしたタックルも持ち味の一つであるが、早い時間帯でイエローカードをもらうことも少なくない。2021年9月の代表戦前に、 新型コロナウイルス陽性者になったがワクチン非接種であったことが判明したジャカに対して直前の遺跡市場で獲得を熱望していたと報道されていたモーリーニョが SNS 上でワクチン接種を促すメッセージを送りこれに対して感謝のメッセージを返した。ありがとうございます。